あいにくの雨です。とりあえず DCM 本幕で買ったタープにテントタープでね、タープとこの机立てました。どうすか、疲れましたね。ブラザートムどうすか、トムどうですか。ブラザートムもうボロボロだ。アパレル君だよ。分かんない、カメラ目線はね、ずっとカメラ見て。カメラ目線、カメラ目線で仰ぐ男。ブラザートムカメラ目線で火を起こす暴れるふう。あはは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 はキモい、暴れるくんみたい。カメラ目線で乾杯。からのクッキー。続いては焼き鳥とホルモン。すごいねえ、コンパクト、コンパクトだね。チャキーン、燻製や卵パツ、燻製やジンギスカ、ジンギスカ。私もカキ大好きなの。カキ焼きや。いなかったんだけど、お勉強してんの。カキが。カキうめえ、うまそうだな、こっち。めっちゃ美味しかった。ユキヤンとこのカキ買ったでしょ。カキ？今暴れてるカキ。暴れてんの？見てこのカキ。ま。でっかいよこれ。絶対もう食べた方がいいよ。さっきが食べてって言ってる。わあ、いいっすね、ランタンは。ランタンいいね。俺の酒飲まないの。いや、後でゆっくり飲みます。いやだけど登山って本当にいいからね。なんかね、いいところし、うん、そう、すごい絶景に巡り合ったところが、うん、そうだからさ、あの低層の山でもさ、シリパン山とかさ、うん、あい、なんていうのかな、 それか赤岩山とか。シリパンって言ったらなんか尻にパンツ。すげえ、カテピザを作るんだ。初めて知ったぞ。じゃあこれは手がかかってる。手かかってんの。本当網で焼いたら何でつかなくて柔らかいまま食える、これの方が、うん、ね、ライトつけたら全然画像綺麗なんだけど、うん、今さら。うん、ごめんね。いや、そんなピザうまいのこれ。ピザハットよりうまいよ。ピザハットよりうまい。ピザハットとどっちうまい。炭の上でも美味しいけど。ピザハットどっちうまいの。ちょっと待ってね、ピザハット。もうまだ溶けてないね。まだ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 、やっぱ早いんだよ。のんちゃんお腹空いてんの。いや、のんちゃん夜中のためにまだお腹空かしてる、うんうん、ピザ、うん、そんなけピザ食べたい。ピザハットよりうまいらしいから。して見たっけ、ピザハットで作ってるやつだった。ピザハット、ピザハット、ピザハット。そして高田くんごめん、ハイボール作ってる。了解。全然お酒酔わなかった。ビール飲めばいいでしょ。ビール、ごめんハイボール、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 ハイボール。やべ、外国サークル。おーおーノー、電気ついてないしこれ。あれ電気ついてないし。食べられちゃうよ、食べられちゃうよ、食べられちゃう。サウナか、サウナ、サウナ。あ、はいね。じゃんけんで勝ったのは、じゃじゃじゃーん。
置いてた。何ですか？王将では王将。王将。王将の餃子。王の将の餃子。その手袋気になるんですよね。なんかそれ何なの？外は雨。中は？中は？中は？虫だらけ。虫だらけ？あ、本当だ、いた。虫だらけ。けどさ、多分ここもっとすごいよ、本気で。どうなの？餃子の出来具合は？焦げました。お焦げっていうことで。そこまで広がる。うん。美味しそう。美味しそうだね。うん。あれ。パンのあっちのやつは焼けてないんだ。めっちゃ刺されまくってる、うん、芋いいんだけど、いいんだけど芋にどんだけ恨みあんのさ芋この辺が硬いのさ、この硬いとこ、うん、この辺が裏返しですか、ね、芋にもやっぱこだわりありますかね、やっぱあります、あります。もうちょいだね、あと10分ぐらいだね。あっちはだもん、あれはダメだわ、全然弱いからさ、今炭足してきたけど、まあ低温でじっくりだとなお美味しい。低温見て、洗い場電気ついてんだね、ちゃんとこれ、うん、で、トイレもあるっていう最高だね。描写してみる、じゃあ、いただきます。あ、いい、いいよ、このプスッと具合、最高です。いい、最高にいい状態です。これにバターを乗せて、半分に割ってバター乗せましょう。最高だね。縦に切った方がいいんだよ、先なんか縦に切った方がわあ、いい感じ。めっちゃ柔らかい。あ、どれどれ、手で取ってみるかい。あ、ちょっと一回割ったやつを取見ろよ、うん、はい、ぱっくりこれ、ぱっくりぱっくんちょ、いやーきーま、おいおー、あ、すごい、一個ずつ食べる、みんなで。あ、それ加藤高めて、あ、これも私たちの状態。バターやろうぜ。じゃあバターつけるとこ行っていいですか。いいですよ。溶ける感じで。いきます。じゃらららって。バターもなんかもう溶けて。ああ、やば。あーおー、すーごいね。フラに入れてくる。これが芋姉ちゃんでございます。芋姉ちゃん。はい。芋姉ちゃん。芋姉ちゃん。はい。芋姉ちゃん。はい、芋姉ちゃん。芋姉ちゃん。芋姉ちゃんじゃないの。姉ちゃん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 。自然。自然だから。芋姉ちゃんじゃないの。うん、姉ちゃんじゃなくて姉ちゃんにしようがいいんだった。姉ちゃん。芋姉ちゃん。うん。アルミホイルもらっていい、高橋君。いい。とりあえず今日は寝ますか。おはようございます。車そこ、ね、このもこれ4人用だけどやっぱちっちゃいね、うん、で生ゴミコンポストもあります。で、捨て場、仕切りサウナ、3時間4000円、タオル付き、いいね。ん？なんかある意味映えだね。映える。エビじゃ。エビが怖いよ。ワイルドだろ。ワイルドだぜ。すごいエビ。なんかエビ料理みたいですよ。エビ料理だね。エビ料理。北の探検隊だろ。北の探検隊だろ。残りは焼くだろ。ようやくできましたか。小さくパエリア。これ。男飯、男のパエリアとか言ってる、まあ、そう、おっぱい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 
あ、おっぱいエリア。おっぱいエリア。略しておっぱい。本当は混ぜた方がいいのかな。量は食った方がいいよこれ。うまそうだよでも、うん、下の方は良さそうだね。ちょっとこんなぐらいまずは、うん、はい、ちょっとお焦げつきよこれ。お焦げつき。アイディアは、いいんですか。いいんですね。一番手にどう。めちゃくちゃうめえ。よかったね。うまっ。おいたスパエリア。おかわりですか。おかわり。めっちゃうまいっす。顔が笑ってますよ。さすが高田さんが作る T サクパエリア、うん、うまっ。好きだよね。さすがっすね。こだわりがもう、はあ、胡椒出ましたね。胡椒は何野菜。食べてください。うわあ、すごい。シェフですね。じゃあ、じゃじゃん。これ何ですか。鮭です。あは、贅沢ですね。うわ、贅沢ですね。これも干からびてる。食べてください。いいですか。試食担当。うまい。あ、いいね。鮭取って。お、3枚入った。ごめんね。これちょこっとでいいよ。はい、いきます。何それ、中身見せて。あ、おいしい。これも入ってるの。オロニン。オロニン、いいね。海をそのまま食ってる感じ。嘘つくよ。美味しさが、美味しさが伝わるような。海の幸や、うん、何それ。これね、スモアサンドをするのに、うん、一盛りでやってたから真似して買ってみた。 GCM フォーマック。そうだよ、一盛りでおすすめ。ちょっとやってよ。まずはスモアサンド、じゃーん。挟む人かも。挟んだ瞬間ギュッて潰すよ。うん、もう準備はできてるよ。あ、いいの、いいんじゃないの。挟みたい人かも。こだわりがね。はい。お、ギュッ、ギュッて抜いて。柔らかくなりすぎて。わあ、こうやって食べんだ。そう。はい。考えられてる。これはビスケットの塩味。こっちだよ。うまい。マシュマロに合うようにできてる。うまい。うまい。さすが一盛り。一盛り。いや、このビスケット優秀。ちょっと甘いのとしょっぱいのがいいんだ。いい。食べる？これ、このクッキーどこで買ったの？これ美味しい。これ DCM フォーマック。フォーマックでクッキー売ってるんですか。 TCM フォーマック。うまいね、このクッキー。そう。そんなうまいの。ちょっとすごい気になってきたんだけど。食べる？スモアさん。ジャンドゥヤチョコレートです。なんかすげえ黒ごまも気になるよ。ブルーベリーうまそう。黒ごまとブルーベリーは決まってんの俺も。ブルーベリーと黒ごま。あんたは？クッキークリームとラズベリーのカップ。あ、すごい。奥さんソフトクリーム。ソフトクリーム。